検は3日、日田市の60代女性について、再び新型コロナウイルスの感染が確認されたと発表した。県内で確認された感染者は計492人になった。県によると、女性は、感染が確認された夫の濃厚接触者として検査の結果、4月15日に陽性と判明して入院。その後退院して自宅待機していた。退院時の2度の検査では陰性だったが、1日に発熱や咳の症状が出たため、検査したところ、2日に再び陽性が判明したという。症状は中等症で、肺炎を起こしている。